はいどうも中井田です。最近景気悪いニュースばかり取り上げてますが、実はそれだけではないです。今年ゲーム業界で驚きの売れ方をしているゲームいくつかございます。なんで今回は今苦しいゲーム関係者に見てほしいブレイクしたゲーム特集でございます。ブレイクの基準なんですけど、売上額とかではないです。というのも、100万本売れたタイトルって売れた感じするじゃないですか。なんですけど、目標売上本数が500万本だった場合って100万本だと売れてないですよね。なのであんま予算かけてないとか、別に強い IP じゃないのに関係者の予想に反して売れたもの、作ってる側もビビるぐらい売れた、利益率も半端ない、これがブレイクなので、売上じゃなくて利益で見る感じでやっていこうかなと。なんだかよくわからんゲームがすげえ売れてるらしいってなると、ユーザー的にもすごいなやるなと話題になってさらに売れるわけです。で、配信者も次々乗っかってくる、そういうタイトルを3つほどご紹介するので、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。一本目はこちら、バニーガーデンですね。リリース日が2024年4月18日で、開発がキュリエイト。価格は3480円。で、キュリエイトなんですけど、もともとアートアンクのゲームブランドだったんですが、子会社として独立しました。アートアンクはイラストレーターがメインの会社で、ゲームのイラストとかね、デュエプレとかもやっています。で、キュリエイトはそんな感じで2018年に立ち上がった会社で、まだまだ若い。で、元 D3 パブリッシャー所属のプロデューサーである臼田氏が代表。D3 は地球防衛軍とかのイメージですが、臼田氏はビータのバレットガールズとかオメガラビリンスなど、美少女ゲームを手掛けてきました。で、キュリエイトから過去に出たタイトルは、デュエルプリンセスっていう、タワーディフェンスですね。2022年1月13日なんですけども、スイッチで配信停止になったタイトルですね。なんかホームページとかはね、全部残ってて、今はもう配信してそうな風であるんですけど、配信してなかったですね。で、ビートリフレっていうリズムゲームね。元マッサージフリックスって名前だったんですけど、スイッチ配信延期して出なかった。で、これがちょっと、マッサージ店の店長になって、女の子にちょっとあれなことをするって感じなんですけど、ゲーム内に問題がある的なね、批判的な意見が出たりとかね、日向坂46と同一名だという指摘も出て、名前を変えて PC 出てますね。ちょっと目つけられてしまったなというタイトルだったんですけど、あと猫巫女とかね、全体的に安く作れて遊べるゲームに美少女と、R18 までいかないんですけど、BL を乗せて売ってると、その攻めの姿勢がですね、非常に評価できるなと思うんですけども、あと最近だとメイドオブザデッドっていう、バンサバクローのタイトルもあります。ただ全体的には、純粋にアドベンチャーゲームが多い印象ですね。で、そんな会社の作ったゲーム、バニーガーデンが、なんかすごい売れたと。で、PC 版が Steam にて売上ランキング1位、週間ランキングでもトップ。で、スイッチでは8番出口に続く2位ということで、スイッチの子供たちがこのゲームを買うことを思うと、というところですけどね。ゲームの中身としては、2009年に Xbox で発売されたドリームクラブっぽいゲームとして話題でした。どんなゲームかというと、本作は、お紳士の憩いの場、バニーガーデンに通い、お店で働くキャストと恋愛を育む、恋愛アドベンチャーゲームです。バニーガーデンでは可愛いキャストたちと楽しくお酒を飲むことができます。日々のストレスを忘れて思う存分楽しんでください。どんな結末になるかはお客様次第です、ということで、要は仕事クビになって社会に疲れた主人公がたまたま訪れたガールズバーにハマって通い詰めて女の子を口説き落とすというお話。それ以上でもそれ以下でもないですね。ゲーム性もね、そんななくて、毎週主人公が勝手に仕事をして金が入るから、それをギャンブルで増やしてガールズバーに通うというお話。好みのお酒を一緒に飲んだりフードを注文したり炎上したりしてどんどん酔わせたり好感度を上げる。酒を注文するたびにね、パンチラするんですよね。高い酒は低いところに置いてあってよりパンチラするって、よく考えたらなと。これは序の口でチェキとかまで行くともっと露骨になるんですけど、 ASMR とかあったりしてね。 YouTube でお見せすることはちょっとできないですね。で、特徴としてはキャストの攻略難易度自体は超イージーで、女が即落ちするギャルゲーになってます。このせっかちな現代社会に適応してるとも言えますね。本当適当にやってればなんとかいけるし、攻略サイトで好みのドリンクとフードだけ見ればもうさらにイージーになる。あとはどんどん自分というか、主人公の神田ハイトを好きになる女の子の反応を楽しむだけで、主人公の名前固定ですね。フルボイスでちゃんと読み上げると。あと父がでかいですね。こういうゲームだと一人ぐらい貧乳キャラがいそうなもんなんですけど、全員アイカップ以上の父があるってどんなガールズバーだと思いましたかね。で、同時攻略は難しいんですけど、クリア後の成金モードなら札束で引っ叩いて簡単にハーレも作れると。で、やっぱですね、これ売れたんですけど、冷静に考えるとゲーム性は特になくて、ゲームの魅力はほぼ 3D が動いてエロいことが占めているのかな。ただテキストも別に悪くないです。むしろいいですね。で、パンツをプレゼントするとか、過去作から継承されているノリも多いです。疲れた社会人がガールズバーで癒されるという設定が今のね、現代社会で戦う人たちにとってちょうど良かったのではないかなという気がします。
はい、でですね、やっぱ R18 よりも前年齢のエロなのではないか、まあこれにつきますね。考えさせられるテーマであるんですが、かつてギャルゲというかエロゲ全盛期がありました。今は人気のフェイトシリーズもまあすごいね、ほんと後半の方出てきたんですけど、キーとか、まあ今でいうヘブ版ですね、でクラなどなんかはまあ前年齢で出して結果成功した気がしますね。あの辺からちょっと前年齢化が始まってきたのかなと思うんですが、まあそもそもなんですけど、なんでね、キーのエアーみたいな泣きゲーとか月姫フェイトがエロゲーだったのかっていうと、エロがないと誰も買わなかったから渋々ついてるっていう、まあ昔2ちゃんで見たんですけど、まあそういう時代があったわけなんですが、どっかで変わったんですね。で、前年齢のゲームと R18 のゲームに比較したときに、一見 R18 の方がサービス精神旺盛で人気があるように見えますよね。なんですけど、プラットフォーム限られるし購入者も少なくなると。で、まあ前年齢の方が Steam と Switch で出して配信者にやってもらってとか、それが流行るっていう方が今の時代に合っているのかなっていうところなんですけども、成り立ちで言うと、そういえば昔ってこういうアニメ系美少女が出てくるゲームやってるって言ったら、やっぱ異常者扱いされたからなと。それが今やスイッチで中学生とかやってんのかと思うと、ジェネレーションギャップ感じますね。茶の間でテレビ見てて、CM とかでこういかにも美少女系列みたいなやつとか流れると気まずいじゃないですか。まあ今でもメメントモリ気まずいとかってありましたけど、それがね、まあネットが普及して世間が受け入れたことで、こういうゲームは全年齢で安く出した方があるのかなという。だから昔は本当にオアソーしか買わなかったし、まあ月姫にしろ日暮らしにしろやっぱ同人だったから、まあ狭い村でね、ある程度高い値段でエロで売っていくっていうことしかできなかったのかなと。まあその代わりボリュームもすごかったですけどね。でですね、まあ別にクリートのゲームが売れまくってるわってそういうわけじゃなくて、まあ俺の UQ 恋物語とかレビュー20件しかついてないし、メイトオブザデッドがそこそこ売れてるかなぐらいで、安いゲームを多ジャンルで数打ちまくってる印象ですね。タワーディフェンスとかパンサバライクとか、これガールズバーアドベンチャーとか、特にゲーム性が優れているとかシナリオが泣けるとかそんなことはないんですけど、まあゲーム性が多少チープでもエロがあるといいよなっていう、その昔のね、あの頃のね、懐かしい感覚を思い出しましたね。で、まあ、あの手この手でね、美少女ゲームを出しまくることで、結果ね、バニーガーデンも売れてるから、戦略勝ちなのかなと思いますし、賢いなと思いました。はい、次はこちら。バックショットルーレット。開発者がマイク・クルブニカさんですかね。個人開発者だと思うんですけど、ちゃんとパブリッシャーがついてまして、日本語含む17の言語でプレイできるという。最近のインディーはやっぱすごいですね。で、価格は350円で、気軽に楽しめる値段です。で、こちら売り上げが2週間で100万本を突破した。めっちゃ売れてびっくりみたいなタイトルです。で、まあ、ジャンルはホラーと書いてあるんですけど、ゲーム性的にはどうでしょうね。ボドゲーみたいな感じかなと。どういうゲームかというと、ショットガンでロシアンルーレットをします。やっぱロシアンルーレットするにもね、ショットガンぐらいのパワーがあった方が盛り上がるっしょみたいな、まあ、それだけのゲームでありますね。ストーリーとか特にないです。ひたすら対面のディーラーとロシアンルーレット対決して、最終的なスコアを高めるのが目的になります。で、パッと見何してんのかわかんないんですけど、ルールはシンプルで、まあ、期待値を追い求める運ゲーですね。テーブルには最大8連射まで可能なショットガンがあって、最初にディーラーがショットガンに弾薬を装填します。で、その中には実弾と空の弾薬があって、ゲームの最初に合計何発かと実砲と空砲の数が公開されます。まあ、順番不明です。で、ランダムだから今薬室にあるのが実砲だと思うなら相手を撃つと。で、もし本当に実砲だったらバーン弾れてダメージが入ってディーラーのターンになる。で、空砲だと思うなら自分を撃つ。で、本当に空砲だったらディーラーのターンスキップされてもう一回自分のターンになる。で、これを繰り返して相手のライフを削り切った勝ちですね。で、これだけだとまあ単純な運ゲーというか、まあ最初に公開されたのが実砲2の空砲1とかだったら、まあ、66% だから相手撃つよねだけど終わるんですけど、ここにアイテムが加わると面白さが増すんですよ。アイテムはランダムにプレイヤーとディーラーに配られます。で、薬室の弾をカンニングできる虫眼鏡とか、ダメージを2点にできるノコギリで、相手のターンをスキップできる手錠、未来の弾薬の種類を教えてくれる使い捨て携帯、相手のアイテムを盗めるアドレナリン、弾薬の性質を反転させるインバーター、まあ、これらを駆使して弾薬の種類を推測もしくは確定させて、まあ、勝率を上げていくゲームですね。で、まあ、やった感想なんですけど、運ゲーとはいえプレイヤーが常に先行でディーラーが下手なんで、まあ、あんま負けないと思います。ディーラーが最適化を選び続けてもやっぱ先行アドバンテージは強くて80% ぐらい勝てそうですね。それほどプレイヤー有利でした。なんで先行のプレイヤーめっちゃ有利かっていうと、なんか最後の一発をバーンって相手に打って、それで弾がゼロになるからリセットが入るんですけど、そのリセットされた時に先行のプレイヤーのターンになるんですよ。だから2回連続攻撃が可能になってて、まあ、ガンガンアイテム使って最後の一発撃ってダメージ与えて、でもう一回アイテム手に入って自分のターンで撃って勝ちとか全然あるんで、意外とカジュアルにできてます。で、グラフィックの解像度は高くないんですが、まあ、ホラーゲーってリアルすぎない方が逆に雰囲気あっていいよねの法則に乗っ取ってるんですね。インディーゲーでもやっぱホラーゲーって強いじゃないですか。
まあ、このゲームは別にめちゃくちゃホラーっていうことはないんですけど、この不気味なディーラーとの命のやり取りっていうところで、この辺がやっぱりいいなって感じしますね。あとは銃には詳しくないので、なんでノコギリで切ったらダメージ2倍になるのか分かんなかったんですけど、そこには爽快感がありましたね。ゲームの流れなんですけど、最初のチュートリアルは15分もあればまあクリアできます。でクリアするとダブルナッシングモードが解放されてアイテムが増加します。ここからが本番ですね。だからこれもアイテム運要素あるものの、まあ、30分ぐらいはまあクリアできると思います。まあディーラーに勝利してクリアするまではいいんですけど、でダブルナッシングなんで何連勝できるかを追い求めるモード でダブル選んだ瞬間相手のアイテム残留するからちょっときついし、いつか運で負けるし、あとおそらくいかに手早く勝つかによってスコアが上がると思うんで、まあ、そのスコアアタックを頑張るっていうゲームですね。頭を使ってガチガチでプレイするもよし、お酒でも飲みながらねリラックスしながら運ダメするのもよしっていう風な遊び方ができます。でプレイ時間的にはまあ大抵の人はね2時間もあれば飽きると思いますね。そんなに別にボリュームがあるわけでもないし、すごい難しいわけでもないし、まあ、ただそこには350円でこんなに楽しめたのかという、まあ、2時間の濃さへの喜びがあります。でゲーム自体はインディーでね、さっきも言ったんですけど高クオリティではないんですが、まあ、アイテムを使う演出とかショットガン打つ時にやっぱちゃんとドキドキできるようなリアリティとかね、そのあたりはこのゲームをデザインした人間のセンスが出てると思いますね。まあゲーム性だけだったらそんなに多分面白くなくて、この辺の演出とかテンポがあることで面白さを2倍3倍に増してんのかなと。まあ最初は不気味だったディーラーが2分の1の薬で外れ引いたり手錠で動けないところを見たりしてると、だんだん可愛く思えてくるのもポイントです。で今後のアップデートなんですけど PVP を実装する予定らしいと。まあ身内でワイワイやる分にはかなり面白いんじゃないですか。カジュアルなボードゲーだし。3本目はこちらバラトロですね。開発者はローカルサンクさん、まあ、カナダの個人ゲーム開発者で、これまたちゃんとパブリッシャーがついてて日本語対応してます。価格は1700円とちょっとお高いですね。で Steam Switch だけじゃなくてプレステとか Xbox でも売ってると。で1700円となかなかいい値段なんですが、発売から10日で50万本、約1ヶ月で100万本売り上げ、こんな売れるんだと驚きだったってことで、パブリッシャーによると1時間で黒字化したと。すごいですね。でどんなゲームかっていうと、まあデッキ構築ローグライクゲームですよ。見た目通りというか、でそのデッキ構築の部分をトランプで、まあ、打点を出す部分をポーカーの役で作った。で最大8枚のハンドから5枚までのハンドを選びプレイするんですけど、まあ、プレイして引き直すもよし、手札を選択して捨ててディスカードして引き直すもよしと、限られたプレイ回数の中で毎ラウンド要求されるノルマのスコア以上を出していくゲーム。で最初はまあ普通のねトランプだけしかなくてあんま面白くないんですけど、特殊なパッシブ効果を持つジョーカー、例えばハートをプレイしたら点数何倍とか、デッキを改造できるタロットカードとか、まあ、役の打点を上げられる惑星カードとかね、そういうのを毎ターンショップで買って火力を強化しながらクリアを目指していく。でやっていくとものすごい数のジョーカーがあって、このゲームの作り込みの深さに驚きますね。まあ、強い構築ができるとどんどん数字がインフレしていって、想像もしなかったとんでもない点数が出て面白くなります。まあ、ポーカーという題材も親しみがあってとっつきやすいですね。まあ、そこが流行った理由なんじゃないかなと思うんですが、微妙な点としては、まあ、どうしようもない運ゲーで序盤即死することとか、あとジョーカーの数が多すぎるので狙った構築が全然できないっていうのは難点ですね。あとアンロックしていくまでの過程がかなり面白くないです。ジョーカーが増えていくとワクワクしてくるんですけど、それまでちょっと時間がかかっちゃいますね。デッキ構築ゲーの王でね、僕も大好きなスレイザースパイアと比べると完成度でだいぶ劣るんで、まあ、あれを想像するとがっかりするかもしれません。まあ、スレイザースパイアはかなりしっかりした作りで、バラトロはギャンブル運ゲーでドカーンみたいな感じなんで、まあ好みが分かれるところかなと思いますね。はい。で、開発者インタビューで面白いのがあって、開発者本人はポーカーを全くやらないし、興味がないっていうところですね。このゲームのルーツは、ビッグトゥーっていうトランプゲームらしくて、大富豪にポーカーっぽい役があるゲームだと。ポーカーをモチーフとしたのは、既存の有名なゲームを用いることで、プレイヤーにゲームのルールを分かってもらう出発点となると考えたからだと言いますと。で、また、ポーカーをモチーフとすることで、戦術の役やシステムなどのビジュアル面でもテーマを生み出し、全体にまとまりを持たせる意図もあったようだ。同志は、普段ゲームをそれほどプレイしないそうで、HP や毒ダメージ、経験値といった要素に複雑さを感じるということで、本作は戦闘とかダメージといった要素が登場しないソリティアのようなシンプルなゲームとして開発されたようだと。だから自分が面白いと思うゲームを取り巻作って友達とかで遊んでもらえればなーって感じで作ったらみたいな感じだったそうですね。まあインディーってシステムプラスこだわり抜いたチューニングがやっぱ売りだと思ってて、そう考えた時にやっぱカードゲーって作るの楽なんですよね。これがアクションのローグライクだとしたら、キャラクターがいてモンスターがいてマップもあって、わざとそれに対応したモーションがあって 3D モデルがあってって大変じゃないですか。ちょっとインディーやるには現実的じゃないかなっていうか、まあ、カード出して何点でするの方がいいんですよね。で起きてることとしては、モンハンもローグライクカードゲームもまあ似てるとは思ってて、まあ、ハンマーでドラゴンを殴って何ダメ
メージっていうのとカード1枚出してドラゴン何ダメージっていうのと、まあ、結果変わらんじゃないですか。ただアクションだったら自分の操作で相手の攻撃を避けたりとか相手の隙をついてドラゴンぶん投げるのは楽しいんですけど、アクションも疲れるよ大変だよっていう人は、まあ、その簡略化されたカード1枚出してドラゴン何ダメージの方がむしろ良くなると。じゃあ、まあ、そういう需要があるのであればインディカー社っていうのはモンハン作ってもしょうがないというかクオリティで勝てるわけないから、自分が面白いルールとかシステムとかをデッキ構築でカードゲームで表現しようってなるのはよくわかります。まあ、RPG もね、古いもんだと文字の羅列だけっていうのもありましたからね。結局のところゲームって数字のやりとりでそれが面白いんだと。でプレイヤーが楽しむためにどの程度グラフィックで表現するかとか、まあ、どの程度の自由度があったりとかね、できることが増えたりとかムービーがすごかったりとかね、ジャンルによって議論の余地があるかと思うんですけども、まあ、僕の考えた最強面白システムっていうのを実現化したいインディーゲームクリエイターにとってはこういうデッキ構築ローグライク系っていうのはすごいありがたい市場なんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあですね、売れてるゲームが出た時にみんなすぐ考えるのか再現性あんのかなみたいなところだと思うんですけど、そこを探るにあたってはやっぱ共通点があるのかどうかですよね。でまあどれもゲームシステム自体はやっぱ新しいもんじゃないですよ。その新しいジャンルを確立したみたいなところではなくて、まああるものの組み合わせというかそれに何かを足したりとかちょっと変えたりしたみたいな感じなのかなと。でバラトロはさておきですね、奥行きはそんなないですよね。まあ金かかってるトリプル A タイトルと比べて完成度そこまでといえばそうかもしれません。ただやっぱそこって今あんま重要じゃないと思ってて、まあ、共通するのはやっぱ分かりやすさはあるのかなと。まあ、15分くらいプレイしたらなんとなくどういうゲームか面白みはどこなのか分かりますよね。でそこで面白いってなった人が拡散して大きな腕になると思うんですよ。で分かりやすさがあると何がいいかっていうと配信者受けもいいですよね。あのリアクション取りやすいし、で視聴者も見た時にあこれこういうゲームなんだっていうのが、まあ、途中から見ても分かるじゃないですか。初めから見てないと分かんないとかじゃなくてね、生放送とかって別にね配信開始したらすぐ見てずっと見続けるわけじゃなくて、あなんかやってんだポチみたいな感じじゃないですか。あとまあリアクション取りやすいとこの配信者がこのゲームゲームした時どんなリアクションするんだろうみたいなのもあるから、一人の配信者だけ見て OK っていうよりかはこの配信者がやってたあのゲームこの配信者もやってる、じゃあ見ようってことが可能だと。でさっき最初の15分って話したんですけど、まあ、金額にもよるんですけど 2,3 時間とか、まあ、長くて10時間とか飽きるゲームで全然いいのかなと。まあ、パルワールドもね奥行きそんななかったですからね。でなくてよくて、今頭の数時間のインパクトでこのネット時代面白いぞって情報が拡散していくじゃないですか。みんなすぐに言いたがるから、うわーこれ来たおもろいみたいな。でそこのネタになるところが2つ3つあればいいみたいなところもあるんかなと。まあ、YouTube もそうですけどね。でバニーガーデンだったらそのエロさはネタになるし、ガールズバーでみたいなゲームも最近ないじゃないですか。それだけでまあゲーム実況者も動画1本できるし、配信者も1回配信できるし、で Twitter でちょっと注目集めたい人もねつぶやけるじゃないですか。でバックショットは350円だからそんなボリューム感はないんですけど、ショットガンでロシアンルーレットするっていうのは配信者も1回か2回ぐらいはねネタにできますよね。でバラトルはポーカーってキーワードとイカ様ポーカーで何億点出したみたいなのでネタにできますし、実際まあそういう動画上がってますよね。なんで逆に数時間でいいよねってのがあります。じゃあボリュームいらないのかって話なんですけど、まあこういうインディー規模のゲームっていうのは逆に数時間でいいよねっていうのがありますね。今の状況ってこの前も動画で言いましたけど、フォートナイト PUBG とかマイクラ GTA とか、あるいはまあ F14 プルプロみたいな MMO が居場所になってるじゃないですか。慣れ親しんだゲームありますよと。なんでがっつり新しいものをやることを求めてない層がやっぱいるんですよね。普段このゲームやってるけどちょっと息抜きになんか違うゲームちょろっと遊んで、でそれ楽しんだら普段のゲームに帰りたいみたい。だから1万円かかるけど100時間遊べる、いや遊び方次第で無限かもよりも、サクッと300円で3時間遊べるような方が安心できるパターンもあるんですよね。皆さん腰が重いんで、だからそういう住み分けになってんのかなというふうに思いました。まとめなんですけども、まあ今新規だったら軽いゲームの方がやっぱ強いですよね。スイッチとスマホで出せるのも大きいです。ユーザーが多いですから、まあ、小規模チームがゲリラ的にやるならこういう戦い方は賢いですよね。で重いゲームもいいとかって、まあ、たくさんの人間に飯を食わせられるじゃないですか。技術も最先端を得るし、反面開発期間の長期化によって未来予知が必要なのと、利益率がどんどん落ちてるから割に合わないギャンブルになってますと。なので01の新規 IP 作りっていうのは小さい方がリスクも少ないし早く出せるからいいんじゃないかなと思いますね。平均値にもなるじゃないですか。でそれが何本かうまくいったら、なんとかを作ったゲームスタジオによるなんとかみたいな形でちょっと大きめのゲーム作れたりするんじゃないかなと。だからまあでかい会社はね01と10両方やるのがいいんじゃないですか。で新規はまあ小さくたくさんっていうのが今の時代には結構合ってて、理由としてはまあ今日喋ったようなこと、ユーザーのプレイスタイル的にも合ってるのかなってことですね。でなんかねやっぱり今売れてるそういう隙間のゲームって一周回ってなんか昔懐かしくなってんなっていう気がして
て、昔の一人用アーケードゲームみたいになってませんか、パッと遊べて繰り返し遊べてみたいなのが今ちょうどいいのかもしれないですね。もちろんワンプレイの難易度はね現代的にする必要あるんですけど、なので意外とそういう昔のアーケードタイトルにいいアイデアが転がってるかもしれないなと思いました。というわけでね、まあ、今回挙げたタイトルについてね、自分もやったことあるよとか気になってたよとかがあれば、まあ、コメントしていただければと思います。あとまあ今回僕には取り上げられなかったけども自分的にはねこのタイトルめちゃくちゃ良かったみたいなのもあればね、コメント欄で紹介していただけると嬉しいです。というわけで以上の中でした。本当によろしく。